では本日、カピバラの長風呂対決っていうのを全国の動物園と競ってましてね、今ようやくお風呂に入ってくれたシータちゃんっていう女の子が当園からエントリーしてた個体でした。でこのままシータちゃんが何分間か、まあ、何時間お風呂に入るかっていうのを今計測中です。応援ありがとうございました。もう暑くなった。これ取っといて。